はい、皆さんこんにちは、ムッツーです。今回使うのは、ボールドマーカー7ですね。ボールドマーカーということで、インク効率が非常にいい、近距離をバシバシ塗るのが得意な、近距離ですね、とにかく。で、3発キルですね。3回当てれば倒せると。まあ、なんですかね、まあ、塗り線なところもあるんですけども、足元とか、とにかく近場が塗りやすいので、足元をしっかり確保して、急に近づいてね、こう、幻惑するという感じでね、まあ、近距離で殴るのが好きな人はね、結構愛用してる一本なんじゃないかなと思います。サブが、スプラッシュボムということで、まあスプラッシュボムの部なんかやばいですよね。とりあえずあれば強いっていう、転がして一定期間すると爆発します。で、スペシャルがスパショということでね、遠近両用ということで、かなり殺意高めな一本となっております。というわけでこれで今日は潜っていきたいと思います。よし、ヤクザになりたい。俺もヤクザになりきれない。ヤクザ怖くない、ボールド最悪じゃねえか。さあ、まあ、ボールドはこういうね、他の直線武器が塗りにくいところをしっかり塗って、あの他のプレイヤーのね精神衛生を測るっていう、ね、あーすごい綺麗塗れてるわ、助かるみたいな感じで、そんな感じのコンセプトでいこうかなというところで、ね、とりあえずガツガツ攻めちゃおう。いるな。オッケー、よっしゃ、裏取ったー裏取りたいだけ取りたいだけ選手権2015。バーン、ダメか、バーン、ダメか。あ、倒した倒した倒した。なんかどうしちゃったこれ、逆にビビるわこれ。ちょっと落ちちゃう。いやー、レーダーなあと少し早着くのが早かったらまだ警戒できたが、スッて来たな、スッて。さあ、正面はどうかな、大丈夫そうだけど、いいって。いや、もうダメでも行くわ、すぐ行っちゃう。で、裏取る。はい、全然死ぬ。やべ、だー、今の3人倒せただろう、ないし5人くらい倒せたわ今、俺含めて。そう、やべ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 、俺はボールド、ボールドなんや、隠れるんや。すっ、足を取れてるぞ、よし、ナイス。チャージャーの車線が足を取っている、それをね生かした戦い。またここ登る、もう永久に登り続ける。やばい、いません、いませんことよ。いない雰囲気出せねえかな、よし、いない雰囲気出した、いない雰囲気出したぞ。オッケー、いない雰囲気出して、待って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 、ダメー。まあ相打ちだからセーフみたいなところある。もうスペシャルはもう捨ててるから今日は最悪だそれボールドマーカー7使ってる意味あるんかと。さあ、塗り残しランキング第1位、ここを塗っていく。さあ、敵もいますね。これ降りてこないかな、降りてこないとな、話が始まんねえんだよなこれ。やっか、おお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 お上がりたいだけ。いや、もう行こう、中央から、中央から塗ってこい。男は、男は中央から。あー負けるそうやんけ前線放棄で前線崩壊で草なんだけどダメやんけこれ敵陣行ってる場合ちゃうぞこれやべ、やりたいことしすぎたこれあかん、全体をまるで見てないま、楽しかったからセーフみたいなところありますね。ダメだろま、目標としてはね、私としては、うわ何これマジかよもういやこれ俺が攻めてたらすごい強いんじゃないのこれ、裏取れたらね。いや、いけるいけるいける。なんだっけ目標は、そう、落ちない落ちない、これ必達目標でいこう、これ今回のね。
で、それ目標にしつつ、あとはもうとにかく敵陣、もう突っ込んでいい、許す、俺がこの武器は突っ込んでいい武器、強いもんだって突っ込んだ方が、シューシュッシュッ、そんなね、クイボばっか投げてて俺を倒せると思うなよ、やべ死ぬ、くぅぅ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 、倒したからセーフみたいなところあるわそう、一発避けてからのが良かったな、あれ よくあれ冷静に倒したね、俺もうあんなね、あんな近くにもゴールド来たらもう気持ちで負けるもん、もうここ、うぅマジかいたやろ影に今、あーすごい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 、味方が強いな、よかったよかった、味方が強いってことは俺の仕事はただ一つ、そう自陣塗り塗り残し塗り裏方に徹する、この実況動画いつも通りの6つで、残り46秒まだ時間はある、そして相手はリッターが多いということはここ多分塗るのめんどくさいから塗らない、今塗るチャンス、あいるなあそこ、はい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 、そんなの許せないでしょ、そういうのも許せない、シャーイ危ねえ、落ちるとこだったわ落ちる場合ちゃうぞ、よし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 、領土が広い、ぬる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 、スペシャルも溜まりまくり、これは倒せるぞ、リッターが確実に倒せるときに倒したいな、チュ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 ピュッピュッピュッ、あーもう代わりに塗っとくね、ここどうせ塗らないでしょ、俺が塗っとくわ、代わりに塗っときつつ、ほんと誰も塗んねえな、これほっといた方がいいな、これあんま塗っちゃうと、あなんか塗られてるか塗り返さなきゃみたいな心理が働くから、ここは塗り返しといた方がいい、かなりこれいいね、自信かなりこれで、お死んじゃう、ほらこれ今ビビってんだけど俺サブもスペシャルも全然使ってなくない全然使ってなくないっすかこれ、大丈夫、ただのボールドじゃんみたいな、お前それ別にボールド7じゃなくてもいいよねみたいなことになってない、これいやいや気のせい気のせい、完全に気のせいっすな、ボールド打ってるだけで楽しんでも、これ投げた、これ投げたよ今、ブーン、ゼロ距離倒していく、やばいやばいやばい、味方だったわ、この辺塗って足を取りつつ、いいねいいねいいね、スパション打ちたいな、スパション打ってボールド7感出していきたい、バーン細切りミンチだぜ、どこ敵どこ、どうせその辺から、あれないないぞ、ボム投げとけ、よしボールド7さすが素晴らしい、落ちる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 、セーフ、まあ一回押しちゃえばやっぱあれですね、リッター2構成、まあでもこっちもリッター2構成だったから、これダイナモがかなりヤクザしてたのが強かったな、やっぱり塗ってないじゃねえか敵陣の右すげえ濡れてるぞまあ、あー相手最後一人落ちちゃったか、まあまあいいでしょうよし来た、ショッツルいいね、ショッツルがやりたかったんだよ、むしろ結構塗りが好きな人はショッツル大正義感ありますよね、殺意高すぎない、ちょっともう殺すみたいなパーティーだったぞもう殺すことしか頭のないパーティーだったぞ、完全になんか逆にどうなんだろうか、ちょっとやばいね、あれ攻められたらマジで押せなくなると思う、やばい2人で来ちゃったのミスったな、ナイス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 、これどんどんあれだな、あっちに塗ってもらって俺は前線に出た方がいいかもしれない、カーボン相手にそもそも真正面から近づくのがかなり厳しい、こっちでもチャージャーがいるのはでかいね、ナイスすごくない、カーボン真正面から勝てる気しないんですけど、あいいねいいね、バーンダメだ、もういっちょ、あスパシャ止まった、あいやダメでしょ今の四角っぷり、綺麗に塗っとこう、自陣側ここね綺麗に塗って、そしてこの四角ね、あー無痛さんすごいな、助かるわそれ、無痛さんありがとう、心の声やべ、さあどうしようか、こっからやべ、スッ裏行こう、あでも倒してくれてる、裏く必要行く必要が全くない、そこにいるんだよな敵な、ちょい嫌だな、ダメ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 、痛い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 、ういあ、ダメだ、いや、いるんだよな、絶対そっから来たくねえな、よしよしよし、ラッキー、危ない、ういどうしようかな、もう攻めよう、よしよしよし、いい感じ、ボムで
い！いや今のはもう死んでもいいと思った。いやよくねえよ何が死んでいいだよ。スパショ1回ぐらい打っとかないとちょっとやばいっすよね、動画的には。どうせ打ったとこで当たんねえからな、打つ必要ねえってな。バーンダメか、もう結構重かったと思うんだけど、いつの間にかすげえ近づかれてるの嫌なんで。やべ、適当に当たってくれ、誰か当たってくれ。ダメか、だから味方が倒してくれた説結構あるぞ。やばい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 、オッケーオッケー、高低差を使った、素晴らしいよ。やばいやばい、シュ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 、スパシュやばいよ。あ、そこいんのかよ、いていていて、オッケー、近距離は強いよ。これもう無理では、片方倒したかったな。でもせめてカーボンと北斎に両脇固められてたぞ、ひどすぎだろこれね。俺やりたいこと分かります？よっしゃ、オッケー、勝った。いやこれ倒さなくていいんだよ正直。あー倒せてねえどっちかにしろや、倒すか塗りに行くか。カーボンだったらそんな爆発的に塗れるってことないから、塗りに行っちゃった方が良かったかもしんないね。まあ勝ったからいいんだけどさ、やっぱボールド最高に楽しいな。近距離武器好きっすわ、なんか突っ込んでも許される武器好きよ俺。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それでは。